こんにちは。大阪で本格フランス菓子を引き算のレシピで作る お菓子教室ヒスナスタ大下香織です。今日はゼラチンについてお話ししたいと思います。ゼラチンは板ゼラチン、粉ゼラチン、顆粒のゼラチンがあります。私が、よく使っているのは、これね、板ゼラチンを使っています。板ゼラチンはこういうペラペラの板のもので、これを使っています。今日ベーシックコース、ゼラチンについてというレッスンをしたんですけれども、そこで皆さんにいろいろお話を聞くと、ゼラチンをふやかすっていうことで、失敗されているようです。ふやかすっていうのはどうもあったかいお湯で、ふやかすと思っている方が多くてですね、ゼラチンは絶対必ず冷たいお水でふやかしてください。ボウルとかに氷を張って、氷水の上、中に入れて、このゼラチンだと 1,2 分で、つけてくださいということなので、 1,2 分以上つけて、ふやかします。そうすると柔らかくなって、溶けやすい状態になります。必ず、冷たい水でふやかすということがポイントです。常温の水とかだと溶けてしまって、使う時には分量が違うようになってしまって、失敗する、固まらないっていうことがあるようなので、どうぞ冷たい水でふやかすっていう点を気をつけてください。ではありがとうございます。